ら白い角度に倒れずに四角い形に髪の形状を認識して、波が起こるということになります。こういった細長い長毛の髪を用いた場合は、当然こういう細長い波が起こるというようなことをやっております。さらに、この長い髪の真ん中にもですね、波の右側で髪の右側で波を起こします。するとですね、波に当たって髪に当たって波がバウンスバックしているのが見えると思います。髪の左側では波が起きています。こういった非常に細かい部分で作り込むことで実際のリズムのような効果を生み出しています。それではアプリケーションラウンチャーを起動しています。ラウンチャー上には、バーチャルコンシェルジュ、ルージン、フォトス、3つのアプリケーションが用意されています。これも日本で開発を行いました。ミュージックを見てみましょう。ミュージックはジュクボックスのようなアプリケーションで、CD をテーブル上に動作に置いたような意味になっています。こちらには、アルバムが一段でスタックされており、ジャンルごとにコンピューターされております。早速この曲を再生してみましょう。まずは聴きたい音楽からジャンルを選びます。ロックを選びます。聴きたいアルバムを取り出して、音楽を再生するにはアルバムをタップして曲のリストを表示します。でこの中からこれなんでドラッグします。このように非常に直感的に分かりやすい具合で音楽を再生することができます。でそれでは次にレドモンドが開発を行いましたフォトズを見てみましょう。フォトズは写真と動画を閲覧するアプリケーションになります。ミュージックと同様に、スキャッタービューと呼ばれる写真を散りばめたようなリバーになっております。こちらにありますのはミュージックのライブラリーバーと呼ばれるので、こちらに写真が